みっちみちのケジラミ。どうもミックメイズです。皆さん今日はですね、渋谷のハロウィンの日なんですよ。10月の27日土曜日ですね、あれ日付あったかな。まあいいや。まあ皆さん見ての通り私、BTS の方の格好をしております。今回は普通にプライベートで渋谷のねハロウィンに遊びに行くということで、まあ人生初の渋谷ハロウィンということでね、なんかお酒を売らないとかいろいろ規制もあって、結構前よりはねちゃんとねルールもね対策もされているようなんで、皆さん楽しいハロウィンをということで行っていきましょう。あ、すいません、これください。すごいね。このキャラクター知ってます？わからない。わかんないですか？うん、BTS っていう。 BTS？ はい、BTSBGS？ はい、はい、アルファベットの B？ はい、B。 J？ J じゃないです、T です。 BTS？ はい、S です。最近キャッシュレス化進んでますよね。ねえ、これから行くの？これからあれなんですよ、渋谷行くんですよ。去年の時どんちゃんさんにして、はい、僕落ち着いて楽しむタイプですけど。そうですよね、はい、僕ってね、バカみたいだよね。本当ですよね。もう一人で行く？はい、一人で友達で行きます。女の子？そう、女の子いないの？女の子いないですよ。逆に女の子これこれ来てキュンと来ないです、来ないですよね、絶対。あ、そうなんだ。うん、また来てね。はい、はい、気をつけてね。はい。I'm rushing. すいません。 Oh, I'm so sorry. Sorry. いやー、はい。すごい。Thank you. Thank you. やばいね、降りた瞬間からすごいよ。ちょくちょく仮装してる人がいますよ。このね、このコスチュームのね難点はね、ちょっと頭がでかすぎるところですね。もし今度コスプレするときはね、頭のね幅を取らないものをやろうかなと思います。意外に楽しいな。思った以上に楽しいですね。現在9時ですね。9時の渋谷、ちょっとやばいんじゃないかな、きっと。いや、すっごもう潰れてる人いるじゃん。やば。イベントはちゃんとルールを守って楽しみましょうね。コスプレしてる人ばっかりですね。これが渋谷のハロウィンなんですね。着いたらいいんですけど、ちょっとトイレ行きたいですね。一回トイレ行くわ。ハッピーハロウィン。渋谷と言ったらまあまあの星じゃねえか。近い。受けがいいぞ、受けがいい。うん、いや楽しかったですね。はい、すごい写真撮った、いろんな人に撮る。うん、もう俺はね帰ります。もう大丈夫。渋谷のハロウィンはね楽しいけど疲れますね。被り物がえぐい。被り物はしない方がいいな、きっと。今度からもうちょっとね体に負担を与えないコスチュームにします。もう腰が痛くて、じゃあ次回の動画で終わりましょう。